米軍が建設した飛行場1945年8月の合わせ飛行場周辺の米軍テント。合わせ飛行場は第二次世界大戦中に沖縄県三里村合わせにアメリカ軍によって建設された飛行場。日本本土の爆撃に向けて建設され、実際に南西諸島や九州への航空作戦のために運用された。戦後は飛行場としての役目は失われ、 現在は、米海軍の合わせ通信施設として使われている。沖縄市合わせがある一帯は、1945年の沖縄戦の早い段階で、アメリカ軍に占領された地域である。4月1日に、沖縄本島西海岸から上陸したアメリカ軍は3日間で、合わせを含む東海岸へ到達、沖縄本島を南北に分断して、日本軍の動きを制限した。 占領されたアーセ地域には当初、米軍によって収容された民間人の収容所が設置されていたが、4月23日には第36海軍航兵大隊,隊によって5000フィートの戦闘機用滑走路の建設に向けた測量が始められた。5月から6月上旬にかけての激しい雨季による工事の遅れがあったものの、6月30日にはアメリカ海兵隊の 第33海兵航空軍が到着、合わせ飛行場での活動を開始した。国立国会図書館小像の米国戦略爆撃調査団報告書にある海軍海兵隊陸上機戦闘報告書には合わせ飛行場を拠点として沖縄本島周辺の戦闘空中哨戒、南西諸島や九州南部への攻撃任務を行ったことが記録されている。配備された。 飛行隊米軍は、合わせ周辺を、下も下る、と呼んでおり、1945年4月3日に、合わせに到達した米軍は4月9日にはそこに、米軍政府の司令部を設置し、また民間人収容所、合わせキャンプを開設して次々と住民を送り込んだ。4月13日では、住民数は3247人、9日後には6200人となっていた。 米軍が記録した4月から5月にかけての大量の下原の写真や映像は、この合わせのことである。合わせは、干潟と沿田で栄えた町。しかし合わせ飛行場建設のため、下原に収容された住民は5月15日から20日にかけて、さらに徒歩で、北側のうるましたカエスに移動させられた。またその後も、米軍基地の拡大とともに、 住民は収容所は点々と移動させられた。人々が収容所から解放された時、合わせの土地の多くが米軍基地となっていた。かつての合わせ通信施設は現在の総合運動公園がある大岬まで広がっていたが空軍の通信施設は返還されたため、現在は合わせ半島の合わせ海軍航空隊通信所が基地として残っている。終戦によって、 合わせ飛行場は飛行場としての役目を終えたが、1950年にアメリカ海軍と空軍がそれぞれ飛行場の敷地に通信施設を建設した。アスレーダーが問題化した空軍の合わせ通信補助、施設は1983年に返還され、都市計画が進められ、一部は沖縄県運動公園となった。現在は海軍の合わせ海軍航空隊通信所のみが残る。 1972年時点での合わせ通信施設1967年、アメリカ空軍はアスレーダーを設置した。これは大陸間弾道ミサイルの探知を目的としたものであった。1974年、衆議院外務委員会でアスレーダーの存在が明らかになり問題となった。1975年、米軍がアスレーダーを撤去1976年、 アスレーダー施設用地約1、014000平方メートルが変換された。1983年、残りの施設部分1、86000平方メートルが変換され、変換後は区画整理が行われて、都市開発が進められた。また、大宮崎には、沖縄県総合運動公園が整備され、1987年の開放国体の主会場となった。 2013年時点での合わせ通信施設現在、合わせ通信施設は中条湾に突き出す半島先端の0 5 5 2トルを海軍が使用しており、第7艦隊との通信などを行っている。沖縄市は、カデナ弾薬庫やカデナ基地を含む6施設の米軍基地によって東西南北の土地を圧迫されているため、加え朝行市長の時代に、 合わせ日潟の埋め立てを含む東部海浜開発構想を策定した。合わせの浜の埋め立て計画は地元の保守派からも大きな反対の声が上がり、合わせ通信施設の南側に人工島を造成する案となった。ありがとうございます。